はい、どうも皆様、いらんからふてダラダラプレイヤーのおじさんでございます。はい、今日なんですけども、おっさん放送局というか、なんとなく小ネタでございます。小ネタでもないか。いやほらね、多分この動画公開されてるのは日曜日だと思うんで、日曜日っていうとやっぱりね、お休みの方多いじゃないですか。で、僕なんかは曜日関係ないんですけど、なんていうの、こう世間のね、方々、うちの嫁さんとかもそうなんですけど、日曜日はお休みの方が多いと。ね、お休みっていうことはやっぱりね、ファイナルファンタジー14とか、他のゲームとかいっぱいやりたいじゃないですか。なので、このおじさんのクソ動画は、すごい短く、しときますんで、はい、そういうことなんですよ。で、俺ちょっと思ったんですけど、この前もね、これコメントでもう本当に思いっきり笑っちゃったのがあって、僕ね、アルテマウェポンっていう敵いるじゃないですか、 FF14 に。で、アルテマウェポンの曲が俺どうしてもホタテホタテホタテって聞こえるんですよ。こう空耳なんですけど、あとはバンシンタイタンのバウダウンオーバードウェラーって言ってるところが、どうしてもバナナモゲラとかさ、バナナモゲタとかさ、そんな風に聞こえちゃうんですよ。これ全部空耳なんですけど。でね、コメントでいただいたっていうのが、これほんと面白いんだ。いや、これ、惑わしちゃうかもしんないな、でもな。いや、でも、俺は言う。ストームブラッド、グレンのリベレーターが実装されたじゃないですか。で、神聖エオルゼア、で、蒼天の石ガルド、グレンのリベレーター。これ、それぞれ、クエストを受注するときと、クエストをクリアしたときの、なんていうの、音楽が違うんですよ。で、グレンのリベレーターの、クエストコンプリートした時の音、あれがね、風になりたいって、これ本当に聞こえますよね。これコメントで教えてもらったんですけど、いや、これね、いや、マジだわ。これそうだわ。俺それからずっと、それにしか聞こえない。ずっとなんかこう、なんていうの、なんか受けるときはさ、デケデンデンデンってなんかなるじゃん。でも、コンプリートするときは、風になりたいってもずっと聞こえるのね。これは本当に聞こえるわ。俺多分これね、パッチ 5.0 が出るまで、2年ぐらいね、多分グレンのリベレーター 4.x シリーズ続くと思うんですけど、俺多分ここから2年間ずっと、もう風になりたいがね、頭から離れないっすよ、これ。いやー、これ面白かった。本当に。思い出すだけで面白い。いやー、これありがとうございます。本当に。いやー、これ、ダメだ。ツボってんだ。俺、ずっとツボってる。いやー、これ絶対フレンドさんに言おう。ほんと、絶対広める、これ。やばいね。これは面白いわ。なんですけど、いや、それで、僕ちょっと思ったんですよ。もしも、ファイナルファンタジー14、今回は限定なんですけど、BGM だったりとか、こういうサウンドあるじゃないですか。エオルゼのデレデデデデとかさ、いろいろなんかこうあるじゃないですか。それの空耳でこんな感じに聞こえるっていうのがあったら、ちょっとね、教えてほしいなと思って。で、その中でソロで体験できるものだったら、筋肉さんとかメインキャラでちょっと検証してみようかなってちょっと思い立ったんでね、もし皆さんの中でこう、いや、これってこういう歌詞に聞こえるとか、こんな風に聞こえるとか、今回の風になりたいとか、いや、これはやべえ。これほんと積もった。いやー、面白い。これほんと面白い、これ。やばい。俺 4.0 で一番面白いかもしんない。やべえ。これほんと2年間ずっと離れないわ。いやー、面白い。ほんとこれはね、マジずっとこのコメント見てからずっと積もってるんですよ、俺。で、ほら、聞くじゃん、やっぱり。コンプリートするたびに。いや、おかしくて。そんな感じで、もうすごいね、楽しい 4.0 を過ごさせていただいてるんですけど、本当に皆さんの中で、またね、こう空耳でこんな風に聞こえるっていうのがあったら、ぜひちょっと教えていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、今回は本当にそれだけでございます。では皆様、良き休日をお過ごしください。僕は、多分、バイトかな。はい、それでは、したっけー。